ヘブライ大学はイスラエルの国立大学である。組織の伏設にシエルサレムのギブアトラムキャンパスと東エルサレムのスコーパス三キャンパスがある。初代名誉学長はユダマグネス博士。学風は宗教的でも正当派的でもない。また、ヘブライ大学は国際的に見ても非常に優秀な大学であるとみなされており、例えば世界大学ランキングセンターによると、 2012年には、ヘブライ大学は世界で22位にランク付けされている。また、ヘブライ大学には外国人留学生を対象として、ロスバーグインターナショナルスクールを併設しており、学士課程と修士課程が設置されている。ヘブライ大学の学内に設置されている。ヘブライ語教室のウルパンは、ロスバーグインターナショナルスクールの内部に設置されている。 ヘブライ大学の開校式シオニズム活動家たちは、イスラエルの地にヘブライ人の大学を設立するという夢を実現するために運動していた。1884年にカトビゼ会議で設立のための提案がなされた。ユダヤ人物理学者のアルベルト・アインシュタインもこの構想を支持しており、彼はすべての遺産と書物をヘブライ大学に寄贈している。 大学の基礎は1918年に築かれた。1925年4月1日、エルサレムのスコーパス3にあるヘブライ大学のキャンパスが開校され、入学者への門戸が開かれた。学長であるハイム・バイツマンを含め、世界をリードするユダヤ人たちが参加した。また、パレスチナ高等弁務官のハーバート・サミュエル教。 アーサー・ジェームズ・バルフォア教らを含む英国の行為の人物も訪れた。ヘブライ大学の開校式に出席した司釈エドムンド、アレンビー、アーサー・バルフォア博、パレスチナ高等弁務官のハーバート・サミュエル教、1925年1月1947年までに、ヘブライ大学は大きく成長した。それと共に教育研究施設が充実してきた。現在本校には、 人文学、科学、医学、教育及び農業などの学科、ユダヤ国立図書館、大学新聞、成人教育センターなどがある。1948年に起こったアラブイスラエル戦争中にアラブ勢力は繰り返しエルサレムの北東に位置する大学を攻撃した。ユダヤ人勢力は大学を移動する関係者をサンドイッチ装行車と呼ばれる即席の装行車で護衛した。 翌年の休戦後、スコーパス3のキャンパスは、エルサレムのユダヤ人地区から切り離され、学生や職員は、走行バスでの通勤、通学を余儀なくされた。ヨルダン政府が1949年の休戦協定を破り、イスラエル人をスコーパス3のキャンパスへ行き来させなくなったとき、大学は、1953年に完成した、エルサレム西部のギブアットラムの新しいキャンパスへ、 一転せざるを得なくなった。数年後、ハダサーメディカル機構と共に医学キャンパスを南西エルサレムの永遠ケレムのエルサレム地区に建設した。1967年には学生数が12,500人を超えた。学生はエルサレムの2つのキャンパス及びレホボトの農業施設に分散していた。同年6月6日戦争中にエルサレムが再統一され、大学は スコーパスさんの元のキャンパスへ戻ることはできたが、修復が必要であった。1981年に修復は終了し、スコーパスさんのキャンパスは再び、大学のメインキャンパスとして復帰した。2003年時点で、大学には4つのキャンパスを有し、学生数は約2万3000人に上る。大学病院。 h t t p c w u r o r g t o p 1 0 0 h t m l Center for World University Rankings 2012年9月7日閲覧 a l j a z e r a n e t 2012年9月30日閲覧ありがとうございます